今日はですね車屋さんからね、えー、質問いただきましたはいあのー、なかなか、えー、お客さんが、あのー、もう減る一方でなかなかちょっと困ってるっていうことで、えー、まあ、どうやったらお客さんに来ますかっていう質問だったんですけども、まあ、お客さんが来るか来ないかっていうのところで言うといろいろありますけどもまあ、要するに うんまあ、儲かればいいんだよねっていうだけの話だと思うので、まあ、そんなような話をね、じゃちょっとさせてもらいますとは言っといたんですね。まあ、人を集めるのはね、確かに、ね、難しいです。僕もこうね、う、えー、2回ぐらいね、こう、ダーンと減った時期があって、これはあのー、なんでしょうね、昔、全然違う業種、業種っていうのかな。 うーんまあ、その改造とかそのチューニング関係ってやっぱすごい景気に思いっきり左右されるのでそのタイミングであのリーマンショックはねめちゃくちゃ大変でしたけどもその次やっぱ大変だったのはやっぱ引っ越してからですよね引っ越してからね声が群馬女子になった <laughs> 群馬女子で5万人ですよはい見に来ましたありがとうございます。 でまあ結構いろんなことがあったんですけどお客さんを増やし続けるっていうのはすごいノルマンですよこれはねもう絶対に必要なんでやった方がいいんですけど、まあ、最初にそっちはどこかなもう新規のお客さんですねもうこれね絶対に必要なんですよこれ儲かったらこれがこれやったら儲かるよってまず1つ目は新規のお客さんをもう絶対にと取らなきゃだめです新規のお客さんですよ でこれができない人は諦めた方がいいです。もうそのくらい厳しいです。今いるお客さんの、えー、今,お客今いるお客さんからいただいている工賃とかを、まあ、倍に、単純に倍ぐらいにできれば、ちょっとは救われますけども、そうでなかったら、あのー、まあ、そうですね、お客さんを増やすのはもう無理って自分で決めてるのであれば、これはもう絶対無理なんで、 あの今いるお客さんから頂い,いてるお金を増やすしかないですね、うん、でもまあうん、まあ、僕が一番最初にやったのは料金は1.5倍ぐらいにしてもう1年後に元の倍ぐらいにしましたかね最終的にはもうそれ以下ではやらないって決めて値段をもう思いっきり上げましたね、はい、もうこのままじゃどうせ潰れちゃうと思って。 で値段を思いっきり上げるともういいことがあって、あのー、クレームがねあのもうほんと100分の1ぐらいに減りましたからねこうほぼゼロになりましたよ値段上げてったらあの値段をねとにかく安くやってる時はクレームがすごかったですもやっぱそのクレームに追われてる方が大変でもうほんとね大変な時期は、うん、なんだかんだねクレーム処理のために なんか、仕事しない方がいいんじゃないかっていうぐらい大変な時期があったんで。うん、で、あのー、まあ、新規のお客さんはもう絶対に必要なんで、まあ、あのー、まあ、これ、車屋さんじゃなくてもそうかもしれないですけどね。とにかくね、新規のお客さんを獲得してください。うん。で、新規のお客さんどうやれば増えるのかって、昔はね、あのー、職人って言えばもう、腕一本で俺は勝負するんだみたいなのがね、ありましたけど。 あ初見さんありがとうございます腕一本で勝負するんだみたいなのがあったんですけどもうそんな時代はとっくに終わったんで腕じゃ絶対に無理だよっていうのはもう諦めなきゃいけないんですよまずねあの。そもそも僕は主に今腕が悪い人が生き残ってたらちょっとびっくりですけど。 まあ基本的にはね、腕がいいか悪いかで差がつくかって言ってもお客さんには分かんないじゃん。うちはね、パテ使わないんだよ。叩いて直すのにね、もう命をかけてます。もうパテは最低限でいきますみたいな。お客さんには分からん。全然分からない。それパテがついてんのとついてないのはどのくらいの違いでどういうふうな値段に差があって、耐久性にどのくらい差があって、うん、仕上がりにどのくらい差があって、 で、一体それ私に分かりますかって、主婦に聞かれて、一目瞭然ですとはならないですよね <laughs>。ならないです、うん。普通でいいです、普通で。うん、なんで、普通でいいので、まあ、普通の仕上がりができるのであれば、まあ、あとはもう、ほんとね、選ばれる理由が必要なので、どうやったら選ばれるかってことだけは、もう、ちゃんと自分で明確にしとかなきゃいけないんでね。 まあお客さんをこう新規で撮ろうと思った時にまあ僕はあの必ず推奨しているのはもうインターネットを使った方がいいですよと言ってますねもうい。いやもう今時かよって思うかもしれないですけどもうん今時かよって思うかもしれないけれども,そのうんもう僕も見てて思うんですけどねいやパソコン苦手なんだよねとかいまだに手書きの人とかもい,いて あ,あとはねホームページ持ってないとかいっぱいいるんですよ。ホームページはねあの、うん、いらない業種といる業種がいると思うんですけど車屋さん新しいお客さんやっぱり口コミで集めるんじゃなくって普通に、まあ、新規でっていうんであれば、まあ、インターネットは使った方が効率がいいですよね。うん、でお金かかんないですからね。 あのネット使うっていうのは。で、まあ一番最初にそのホームページ作りましょうって言って、まあ楽は楽なんでね。うん、あお疲れ様です。まあホームページあ,あるのが当たり前。なかったらちょっと作った方がいいよって。うん、ただホームページ作るとお客さん来ますかってったら絶対来ない。まあ、これもね、作ったら来るかっていうと、これも絶対来ない、うん。なぜならね、ホームページだらけなんですよ。 自動車修理工場って検索したらびっくりしますよねもうね自動車修理工場って入れるとまあ探せないんですよ自分の自分の会社うんいや僕の会社ってあのインターネットで検索したら1番に出ましたっていう人どうやって検索したんですかっつったら自分の会社の名前入れたんですよね <laughs> あのもうねだいたいそんなパターンなんでいやそうじゃないんですよってそうやって検索すると 出るけど自動車修理工場とか車屋とか車検とかで検索したら出ますかって、うん、10ページ見ても出ませんでしたみたいなたくさんあるんでうんなんでねそ,、まあ、そんな感じのが世の中のほとんどなんですよでホームページ開いてでじゃあホームページ作りましたってお客さん来ないです まあそれはそゃううだよねっていう話になるんで、じゃあどうやってお客さん来ますかって言った時にまあ私は大体いつもね同じ質問するんですけどもあの他の車屋さんと何が違うんですかって自分の会社の一番の売りは何ですかってまあそれがお客さんに伝わらなかったらお客さん新規じゃ来ないですよねっていうでまあその質問をするとうちは腕が一番だとか。 うちは安さで勝負だとかね。まあちょっとあの、笑顔とかね。愛情でとかね。あの、測れないものばっかりなんですよね。うん。まあ値段は測れますよね。値段はまあはっきり分かるんでいいんですけど、値段で勝負したらね、だって、うちはじゃあ車検を9800円でやってますって言って、じゃあお隣が、うちは8800円ですって言ったらもう負けじゃないですか。値段で勝負すれば、 あの今回の話はね、儲かるかどうかの話なんで、値段で勝負したらダメなんですよね。値段で勝負したら絶対勝てないんで。だからうちは、何々で、ね、地域一番ですとか、何々で日本一ですとか。まあなんかね、その数字で表せるものですね、数字で。あの、愛情とか、笑顔とか、数字で表せないもので、いくら言っても、いや、俺の方が笑顔が素敵だとか <laughs>。 言われて、いや、うちの方がお客さんに対しては愛情があるぞと、ね。それじゃあの、お客さんには分からないんでね、うん。まあ、本当にそうなのかもしれないですけど、それはお客さんには分からない。うん、基準を作るためには数字で表せるものを考えてくださいといす、ねうん。新規を20%増やす。リピートを20%増やす。そして単価を20%増やす。おお、いいですね。 え160%売り上げを伸ばせます。ああ、いいですね。まあ、その方法ですよね。それを20%、20%増やす。で、単価20%増やす。そこはいいですね。あとはその、新規20%、リピート20%っていうのを、あの、もう超具体的ですよ。もう超超具体的にどうするかってことを戦略としてやっていくんですよね私もね。 いつの時代だったかなやっぱ開業当時お客さん来なくてすごいね苦労してた時代があったんですごい苦労してた時代にうんやっぱね値引き合戦にあのすごいめちゃくちゃ勝った時期があったんですよ1年間1年も続かなかったかな1年ぐらいやったかな値引き合戦で勝ってうちより安いとこ多分ないだろうっていうところで勝ってですね まあ忙しかったですよその時期はうんあの当時はオールペン屋さんみたいなやつをやってたんででも自分の経験もほぼほぼなくてオールペンの経験っていうのがあんまりなかったとにかくオールペンを極めたいと思ってオールペンの数をこなすために、まあ、月に最低でも2台ぐらいやりたいなと思ってで、まあ、当時はね今できないですけど当時はあのヤフオクに広告出せたんで いやフォークに広告出しまくってたら、まあ、すんごい、そんなことする屋さんいなかったんで、結構ね、批判はありましたけど、一時期は勝ちましたけど、あっという間ですよ。一年ぐらい経ったらね、とんでもない安い業者が、もう、やっぱりいっぱい出てきて、すぐ辞めました。すぐ辞めて、あの、一時期、ネットのお客さんをお断りにした時期もありますで、ネットからのお客さんも,も、お断りにして、既存のお客さんだけでね、 うーん資本料がないとそのとおりですね、あのー。大手が得意なので、まあ、ディーラーとかは、ね、もちろん、ねあのー、店舗化しているので、店舗じゃねえ、あのー、多店舗化しているので、ね、強いですけど、我々個人では、ね、まず値段では勝てないんで、まあ、そういうところを考えると、んやっぱりですねもうこれからやるべきっいうのは値段で勝負じゃないので。 ま,あまずはその新規のお客さん取りましょうと。でどうやって取るんですかというとネットで集客した方がいいですよっていうのはね言ってますけども、まあ、ネットでホームページ作るだけじゃなくってお客さんがパッとそのホームページに訪れた瞬間にその差別化できることですよね。うちはまるでどこにも負けませんと。まあ、一番ですと言えるものがないと。 それはもうほぼ無理なんで、それを,そこを何とかして探すと。私が教えてるのは、そんなようなこととかもね、入ってますけども、あ,あとはですね、これ前も言いましたけど、あの写真入れましょうね、写真ね、ホームページにね。ホームページに写真入れるのが恥ずかしいっていう人がいるんですけど、写真はね、すごい重要ですから、もう従業員さんいるなら、従業員さんも全員ですよね。 特に現場の人はね嫌がるんでねで写真があるかないかってすごい重要なんでこれはね頑張っていただきたいなと思います本当に、うん、タイトルがマ麻さんの少しかぶってますか <laughs> いいじゃないですか見たい方見てくださいよ うん、僕は別にマー、まあ、さんを意識してるとかマー、まあ、さんのライバルとか別にそういうわけじゃなくて見るのはあの見たい人が決めればいいしチャンネル登録はしたい人がすればいいと思ってるので、はいまあ、そこはあのお互いのねあの好みとか技量とかねいろんなものがあると思いますよ地域笑顔ナンバーワン地域笑顔ナンバーワンって言ったらいやうちの方がナンバーワンって言われてしまうんで、まあ、それをね 笑顔ナンバーワンが悪いってわけじゃないですよ。あの、いいんですよ。別に。その、笑顔だろうが何だろうが、うん。その、それを数値化しなきゃいけない。またはお客さんが絶対に分かる形にしてあげれば別に、あの、笑顔でもいいと思いますよ。ものすごい笑顔で写真撮ったらいいとかそういうことじゃないですね。うん。いろいろやり方はあるんですけど、あんまり細かい話してると、それで話が進まなくなっちゃうんでね。 うんまあ、あとはですね僕がやってたのはこれはちょっと特殊なやり方ですけどもとにかくお客さんとあの一緒にこう遊べる時間をたくさん作ってあげましたからねこれに気が付くのにはだいぶ時間かかりましたようちの家族のやっぱあの承諾を得ないといけない部分だったんでまあお客さんがもうなんかね車好きで。 何かやってて、まあ、こんなことするんだって言ったらお客さんに付きあって休みの日によく遊びに行きましたよほんとねお客さんに誘われたらなんか、うん、忘年会だな何だよく行きましたけどねまあ車好きのお客さん多かったんであのまあさきと行くって言えばねサーキットに自分が走りに行くっていうとだいたいお客さんついてきてたんでまあ うんとそれに対してはね、全然普通のことなんですけど、お客さんが行くときに自分が走らない日でもよく行ってましたね。うん、で、特にうちで車買ってくれて、で、全部お任せでやらせていただいたお客さんには、結構一生懸命ついてきましたね。大会とかもそうです、まあ、さんとサーキットで会うことが あるののでですか場所が全然違うので関東だったんで、うん、関西方面のお客さんがいなかったんでね、うん、関西方面っていうのかな何ていうのかなもうもっぱら関東のお客さんばっかりだったんでまー、あ、さんが富士とかに来ればねっていうかまー、あ、さんドリフトじゃないんでやまないですよねそもそもねうん なんでこう結構ね車屋さん何んだろうな何なだろうなその仕事しててお金欲しいっていう気持ちは分かるんですけどあのお金を払いたいって思うかどうかですよね相手がねお金を払いたいってこ,うこの車屋さんになくなってしまったらこの車屋さん潰れちゃったら困るっていうふうに思われておくってことがすごい大事なんですよね。 これすすごい大事ですよ本当にこの車屋さん、いや、車屋さんなんてどこにでもあるじゃんって、いや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 、ここの車屋さんじゃないか困るんだよって、信用できないよ、側っていうぐらいに信用を勝ち取っておくっていうのはすごい大事ですね。うん。だからまあ、ある意味、僕は、何でしょうね、まあ、恵まれてたといえば恵まれてた、お客さんに救われた分は本当に多かったですね。 なんか本当に大変な時期もね遠くからあの山梨にね引っ越しても来てくれてたりああまあ僕は何でしょうね本当にいい,いいタイミングでいいお客さんに恵まれたのがかなりモチベーションとしては良かったんですけども普通の車屋さんねいや普通の車屋さんじゃさっきとまでついていくことはまずないだろうしね。 基本は、その、お客さんっていうのも、普通のお客さんばっかり相手にしてるとね、確かにね、先と行くことないよね。飲み会に行くぐらいはあるか。飲み会に行くぐらいはあるけどね、仕事につながんない。飲み会に行ってるだけだったらね。うん。もうすごいね、良かったのは、お金とは別ですけどね、あの、もう本当これ人生経験で、 本当良かったなっていうのは、お客さんの結婚式にすごい結構いっぱい呼んでもらいましたよ。結構な数。ポルシェっていくらぐらいするのですかパパが乗ってるので、安いのから高いのまであるので、なんとも言えないですね。ものすごい安いのは安いんじゃないですかね。国産車より全然安いですからね。高いのはね、高いのありますけども。 もうできてます。うんと、できてないっす。できてないです、うん。そうっすね。まあでも、なんでしょうね。いろんなことはやりましたけどね。あ、これはね、これは良かったなっていうのはね。クレジットカード。そうそうそう。これ言うの忘れてた。クレジットカード、すごい喜ばれる。クレジットカードはね、絶対持っといた方がいいですよ。本当にすごいね。 クレジットカードがあるかないクレジットカードの取り扱いができるかできないかで、使ってくれる額が全然違うんですよ。これはね、本当にあの、保険の板金修理とかだったら全然問題じゃないじゃないですか。普通に保険じゃない修理来た時に、あの、ローンを組める、まあ、ローン、ローンももちろんやってたんでね、 ローン組める人はいいんですけど、クレジットカードの方が手軽なので、パッと通せたりするんで、まあ、ローンも今、審査早いですけどね。うん。カードでね、ちょっとの部分はパッとできたりするので、カードはやっぱり良かったですね。うん。だからね、ある程度は、その、若い人たち特にそうですけどね、カードでみんな使ってくれるので、ほんとね、そういう面では、あの、うち、うちカード使える。 けど、他使えなかったからっていうのがあってね。うん。カードでお客さんよく来ましたね。そういえばね。ありがたいですよ。有名な人たちもカードで払ってくれたな。そういえば。端末代と手数料はあの、端末代と手数料分ぐらいはね、あの、どのくらいかな ?2、3ヶ月ありゃ、 端末代なんて余裕で余裕で戻取れますよ。全然。手数料はどっちでもいいですよ。お客さんに負担してもらっても全然お客さん気にせず、あ全然いいですよってって5%ぐらいはね、払ってくれますんで。やっぱそれはね、持っといた方がいいなってすごい思いましたね。ベンツの新品バンパー値段聞いてビビったおお高いですよね、う。ん 結構だそういういのね自分の車だけじゃないんですけどね、やっぱ相手の車とかの場合もねう、んうんあー車修理はそうだね、突発だしってね、そうそういうところはねそう差別化する上でも大事だし、まあ普通にカードぐらい使えるよと思ったら全然普通じゃないんでね。だかあのね、腕一本で勝負だとかね。 うちはこのフレーム修正器がこんなのが入ってるとかね、あのうちの塗料は何だとかね、お客さんそこ見てないっていうのにやっぱ気がつかないと、お客さんからするのは、ね、随分前に言われたんですよね、私もね。社長にね、あの、社長じゃない、師匠、うん。師匠にね、材料がいくらとか言ってもお客さんには分かんねえぞって言われて、その当時の私には全然そんなのが通じずに、いや、 材料はデュポンだとか言いながら。個人事業主として入金をくれるのは痛い大丈夫です。大丈夫です。まあ、新規顧客を増やすんですよ。もうその話さしときましたけどね、はい。新規を増やし続けないと、ま,あ、まず本当に、え、元請けの方で支払いお願いし、うちカード使えないんで元請けの方で支払いお願いします なですかそれすごいね。結構シビアのお客さんも、シビアのお客さんはあの高くしとけばいいんですよ。僕はもう常にそうしてね、あのシビアのお客さんっていうのはあの値段高くするといなくなるんで自然といいお客さんだけは残ってきますよ。あ僕はね、あの途中から付けっていうのをやめてお金を貸すことにしたんで、 一応、法律でまあまあ認められてる範囲ですけどね、ちゃんとあの請求できる範囲では、付けのお客さんにはそのまま割り増ししてましたし、1回でも付けでっていうお客さんは、2回目からは、あの現金で払わなかったら、もう車渡さないよっていう話を先にして、車と現金引き換えですよって、代謝出しませんよって、もうそういうふうに言うと来ないですよね。あの 変なお客さんっていうかまあ変なっていうとあれですけどねまああのー、そういうお客さんは別にお客さんと思ってないんであのま,まあもしね潰れても多分あっさり他のお店に行くでしょうけどうん今日もね電話かかってきましたけどお客さんからね車の修理の相談とかかかってくるわけですよ電話が時々ありがたいですねまあねまああの一生懸命答えさせてもらいますけど今 現場にいないので空想でしか言え,言えないですけど一生懸命働いて1年頑張ってうーん何にも残んなかったなっていうんだったら1年何もしてないのと同じじゃないですかで次の年も同じことするんですかっていうんだったら1年間なんか適当に遊んでのんびり過ごした方がいいかなっていうぐらいなノリだったんで。 あとはね、お客さん減るので、あのまあ、いその残ったお客さん、何、うん、でしょうね、シビアなお客さんっていうんですかね、うん、値段に厳しいとか、支払いが悪いお客さんとかこ、こみんないなくなると暇になっていくので、やることないなと思ったらね、ぜひ連絡ください、うん。もうやることありますよ、そういうときには。 本当にそういう時こそね、やるとき、やることいっぱいあるんで、うん、だ結構あのー、なんでしょうね。一個のことしかやらないっは結構危険なので、うん。と、値段の子、これ有名ですよね。みんな知ってますよね。値段のことばっかり言う人に限ってクレームを言うっていうのはね、これセットになってるので、まあ、もう最初からも,もう分かってたておし、値段にシビアな人は、大体、 フレームを言って、さらにお金を払わないとか、返金を求めて、で、渡をしようっていうふうに考えて、まあ、車って修理高いじゃないですか。車って修理とか部品とか高いんで、車屋ばっかり儲けやがってっていうのはよく言われましたよ。よく言われましたよね、ほんとね。まあ、しょうがないですね。まあ、あんなものを説明してもわかんない人はわかんないんで。はい うん、だからあのうち高いんでって前も言いましたけどね電話かかってきたらうちは日本一高い車検ですよっていうのは言ってましたよねうんエビチリにハバネロうまいんですようまいんですよ本当ですよはい、ね、お正ブランドの車作るとかいや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 絶対売れない売れない うん、ギ,ギリで買ってくれる人はいるかもしれないけど別に何が違うって言っても何も何も違わないでもねあのうんまあはっきり分かれると思いますよちゃんと生き残れるもうほんとねもう僕は思うにいい車屋さんいないなって言っててもいい車屋さんを見つけられる人も少ないなっていうのはこれ本当思いましたね、うん、なんでかって やっぱ車屋さんと仲良くなるっていう感覚があんまりないんだなっていうのは分かってなんかいろいろといろんな車屋さん行ってると思うんですけどねうん結構車好きな人多いんで話合うと思うんですけどねうん全然車に興味なさそうな人のところにはまあ一回お願いしたら二度と行かないっていうのはうんありますけど。 コンプリートカーなたはコンプリートか何のんすかんん何だろう何だろうどっからか話が出てきたのかなうん修理するための技術の対価を安く考えすぎそうっすねまあ車ってのはお金がかかるもんだよねっていうのが分かってる人だけがうんお客さんであれば一番楽ですよね ホワイトボードの絵はホワイトボードの絵ああれ、ね、あれは娘が娘が書いてくれたしい,い,いつの間にか書いたら知らないんですけどはいなのであーまあねうーん普通の車屋さんは多分あの結構昔からやってる車屋さんが多いと思うし今ねか昔からやってる車屋さんが今 どうこうこって多分、車検が普通にあって、修理もあって、ガソリン車が売られてて、で、普通のタイヤだし、まあ、全てにおいて、今変わったわけじゃないんでね、今すぐ変わったわけじゃないんで、これからの時代は、ちょっとそれが通じないっていうのが来ると思うんで、そこはね、真剣に、バットの数がすごい、ありがとうございます、本当に。 見てていいただいて、ねうーんまあ、今日の、ね、テ,ーマがテーマがそうですよね。うんなんか日本人ってお金に対してはこう儲かるとかそういう話をすると、金儲けとかね、なんかねそんなようなことはすごいこう飛び交うんですけど、まあ、そういう人に限ってお金ないとかね、なんかね儲かる話ないかなとかね、宝くじ当たんないかなとか、そんな話ばっかりしてるんですよね。 うんあのー、人生にね、ほ,もほんの10年くらいでいいんでね、お金のことちゃんとまず真剣に勉強した方がいいですよ。年金がとかね、税金がとかね、なんかね、そんな話してるぐらいだったら、あのー、10年くらいはね、人生もたった10年くらいですから、本当に、ね、真剣に勉強した方がいいですよ、うんあのー。低評価を押すのはね、あのー、別に <laughs>。 <laughs> こんな話したら絶対そうなるのは分かってるんですけどねうんだからもう昔から言われてるでしょうねあのお金は大事じゃないとかねそんな話ばっかり、あのー、言われてる日本ですからねまあそうやって国とかが一生懸命国民はいいように働くなって言ってしめしめって言って税金をたくさん取ってうんで みんなは黙々と働くという学校教育をしてきてるんでね。まあいい加減ちょっと気がついた方がいいですよ。やっぱ車屋さんっていうかその車屋さんっていうその要は経営をしている人ですよね。経営をしている人だったらまあちょっと今回ご,ご質問いただいたのはまあ個人事業主の方だったんで経営をしている以上はね。ハイブリッドが進んでいますディーラー系以外の車さんはどうなるんでしょうね。 うーんまあそっちの方はあの時代とともになくなるっていうのはゼロにはならないと思いますよそう簡単にうーん。ハイブリッドなんてのもなくなると思うのでもう僕は別にハイブリッドじゃなくてもっと違うものになるかなと思ってるんでうん、まあ、10年ぐらいのうちに考えないとうん 10, 10年ぐらいのその間にうーん なんか車検がなくなったらどうしようとか、うーん、まあ、事故ももちろん減るでしょうしね、いろんなものの対策を考えておかないと、今この時代いいけど、じゃあどうしようって言った時に、多分明日はもう考えてないと思うし、そのどうしようって言ってる次の日には、多分違うことを考えて、なんかテレビ見ながら、 アメトーークとか見ながらアハハハって笑ってよし仕事だやろうみたいなあれなんだったっけなんか考えたような気がするな何なだっけなって言って忘れてるんですようんでも大体そんなもんなんですよねでまたしばらくしてやべなんか仕事減ったみたいな大体そんなパターンでいくのでうんまあそれはしょうがないですねそ,のそうなって10年後 いよいよ車検なくなります。車はガソリン車なくなります。廃止です。ってなったりすると、もう大騒ぎするんですよ。俺たちはどうやって生きていけばいいんだわーってなるんですよ。い、ね、やもう今から考えとかなきゃダメだって。ね、本当にそうですよ。今から考えるんですよ。今から。うん、水素。水素はないと思いますね。コストがかかるんでね。 うんまあ、何になろうと考えてもないですな何になろうとね。水素だろうが、電気だろうが、ハイブリッドだろうが、今から考えとけばいいんですよ。そうしたらあの、必ずどうにでもなると思うんですよね。うん、大体何も考えない人が多いので、うん、一番最初にこう言った、そのホームページって僕、えっと、 二十何歳ぐらいの頃かなあのダイヤルアップ。皆さん知ってる人が似たような年代だから知ってますよね。ダイヤルアップの時代ですよ。僕初めてホームページ作ったの。ダイヤルアップの時代ですからね。で、ダイヤルアップから、あの、ADSL になった時に、ADSL がすごい進化だったんですよね。その時に会社を立ち上げてた時だったんで、 ホーームページ作ったんですよね。で、そのホームページ自分で作ったんだけど、なんとも悲しいページだったんで、友達がですね、えー、なんとかね、この車の修理代の代わりに作らせてくれないかっていうことで作ってもらったんですよね。うん、すごい良かったです、その当時のホームページ。土曜日ライブありがたいです。あ、本当ですか、本当にありがたいっていうね、土曜日の日、土曜日でのがいいっていう人いますね。 ということはですね、土曜日、来週も土曜日でいきますかね、一応ね。今から買ってくる。めんたいこ。今から。あ、ごまま。どうすれば儲かりますかやっぱりですね、人ですよ、人。車の、車の修理で、途中で気がついたんですよ、もう。途中で気がついたんですよ。 いくら一生懸命説明してもお客さん説明のその修理の説明のことをあんまり聞いてないんじゃないかなと思ってもちろんあの交換した部品これですよとか写真見せて僕は途中から動画も見せてたんですけどこんな感じでこういうふうになってましたとかって言ってたんだけどああ本当そうなんだありがとねっていうありがとねはどうでもいい感じのありがとねっていう感じだったんですけど。 どうもこれは違うなと思ったのはやっぱこれ人なんだなと思ってねこのこのお客さんがここに来たのはあの僕が車屋さんをやってたというので来てくれてたんだなっていうだからあの値段しか見てない人はまあもっと安いお店が出てくればそっちに行っちゃいますしね基本的にはまあ人を見てるので 人で来るんだなって思っったら楽ですよだって自分は別にそんなに変わらないわけですからまあ対応としてはねあ人を見てんだなっていう意識で対応すればいいから、ね、電話の出方とか普通の電話の出方ができたりとかね忙しいのにね、うん、お客さん来た時に笑顔が出ない人とかそ,、ね、あその問題ないですよねそれね もうあのー、めちゃくちゃ大変な時に前も言いましたけどねこうパテを練っててもう今すぐパテつけないと固まっちゃうよっていうタイミングですいませんとお客さんが来た時にはもうとりあえず笑顔で「すいませんちょっと待ってもらっていいですか?」っていうのをこう笑顔でさっとこうお客さんの方を向いてね言えるとかねもうなんか普通のことですよ。 本当に普通のことをしておくぐらいですよでもパパッとこうパテつけながらすぐわりますんでねって言いながらちょっとこう作業しながら少し喋っておくとかねなんかねなんか普通のこと言ってるけどねこれできてるできてないかって結構大きいですから、ね、うんお客さんに聞いてみるとわかりますよなんでうちに来てくれるんですかっていうでもねうんまあ嬉しいですよねうん 田舎だったんで山梨田舎だったんでねお年寄りが多かったですけどお年寄りがねあの来てくれるって珍しいんですよお年寄りってあのお付き合いを大事にするんでそれでも来てくれるってのはありがたかったですねまあ僕の場合はあのスタンスが違ったんでお客さんって何でしょうね僕があの田舎に 引っ越してきた移住者だったんでだから移住者の気持ちがすごいよくわかるんでだから移住者のお客さんを一番大事にしてましたかね地元のお客さんはほとんどはお断りしてたんでうん現代時代一度見てんあ現,現役時代ね 現役時代ね、そりは言っていただけるのありがたいですけどね、これ残念ながら普通の車屋さんなんですよ。お前んとこでやってることなんか普通じゃねえかよって、お前動画で見たってあんなの誰でもあんなのできるぞって言われたらね、その通りなんですよ。あのくらいのことはできるのは普通なので、あのくらいのことができるのを自慢してるわけじゃないですよね。まあ、僕ははここののくらいのことはできるけど このくらいですよっていうのを表しているのね、うん、どうだすごいだろうみたいなことはしてるわけじゃないですそもそもなんでしょうね本当に僕よりすごい人たちをたくさん見てきたんで自分で仕事をしながらやっぱあの人はすごかったんだなっていう人はいっぱいいますよいっぱいはいないかあでもまあこのこの部分のここはすごいっていう人はいっぱいいましたね うん僕はもうほんとに一番こう尊敬する師匠はやっぱり会社のカスタムを教えてくれた師匠なんですけど僕はあの独立する前に直前で弟子というかアルバイトをさせていただいた師匠ですけどその方は頭が柔軟なんでねうん稼げなくなったらすぐ何でもやるというあのー 一時ですねあのもうずっと土日はもう工場に行くのやめようっていう時があってなんでかっていうとですね工場に特に日曜日なんですけど工場のシャッター開けてるともう突然視聴者さんが来るわけですねあの当たり前なんですけどまあ,あのそれはまあありがたいことではあるんですけど もうね、全く仕事にならないんですよ。何か仕事の依頼とか相談で来るならいいんですけど、やっぱもう会いに来ましたっていう方が圧倒的に多くて、もうふらっと来て、ちょっと見てほしいんですけどって言って、YouTube 見てきたんですって、ありがとうございますっていうところまではいいんですけど、あのー、もうほぼほぼ土日に来る人が仕事にはならなかったですね。 で、いくらぐらいですかねって、いくらぐらいですかねって言うと、大体、あの、仕事にならずに、話だけして帰っちゃうことが多くて、あ、土日開けるのやめようって思いましたよ、ね。さすがに。話をするためだけの、あの、営業だったら、これやっててもダメだなと思って、仕事にならなくて、うんとね、まあ、ありがたい話ですけどね、こんなね、自分の人生に、いろんなとこから人が会いに来てくれるのはね。 実際どうやったら儲かるの,あの実際どうやったら直すねあの、ま、極論ですね、僕が思うに、何ですかね、標準価格みたいなものが多分あると思うんですよね。標準価格って思ってるような、なんか値段はこのくらいが妥当なんじゃないかって思ってるところがあると思うんで。 ま,あまずそれを倍にするぐらいの気持ちでやることが大事ですかね、うん。基本的に皆さんが思ってるような価格でやる仕事じゃないと僕は思ってるので、まあ、どんな職人さんっていうわけでもないですけども、基本的には皆さんやってるような経験積まれてやるような、まあ、同業が多いっていうのはまあ確かにそうですよね、うん、価格で選ぶ 安いとこを選ぶ人って値段しか見てないんであなたの腕がどうとか見てないんですからどうせだったら値段上げてあげればあのそういう人だけがいなくなっていくんでね、うん、もうね時間とお金の両方が手に入りますよ値段を上げるとね、うん、安くて値段が安いから来る来たんですっていう人は1円でも安いお店が出たら絶対そっち行っちゃうんでね、うん なんでまあ極論一番儲かるのは何ですかって言ったらやっぱ値上げすることですよね。うん。あの、標準適正価格とかね。なんかそんなものはもう取っ払って。うん。これでいこうみたいな。うん。やっぱいきなりやるのは怖いですけどね。怖いですよ。いきなり値上げするのは怖いですね。うん、フレーム修正の動画、素人見て面白いですよ。えー本当ありがとうございます。もうね、大好きなんですよ、僕は。 僕あの車の修理で一番何が好きですかって言われたらいろいろ悩むんですチューニングとかいろいろ好きですけど、ねまあ、フレーム修正元板金屋なんでねフレーム修正はやっぱね楽しいは楽しいですねうんやっぱ治っていくと嬉しいですよねうんあの元のぐっちゃぐちゃな状態で何にも考えずになんかもうバラッバラにしていってね 直して組み立てるっていう、なんかプラモデル、の大きいプラモデル。あ、ぼ僕はバンキッドさんの師匠なの、本当に <laughs>。ありがとうございます。そんな言っていただいて、本当に、あの、大したことを教えられないかもしれないですけど、本当にね。はい。うん。僕はあの、専門学校、専門学校ぐらいの頃かな。専門学校ぐらいの頃に、 まあ車好きですごいあの学校でもまあ車修理の勉強してで家帰っても車修理してたりとかしてたんですけどあの当時ですね手をね手を一生懸命洗わなかったんですよ。これ何でかっていうとねちょっと手がねこの爪とかにこう油が入ってるのがかっこいいと思ってたんでね かわいいなと思ってその手がちょっと汚れてると職人っぽいっていうのがなんか職人がかっこいいっていう時代があったんですよねで電車乗ってこうつり革につかまってる時にこうねこうなんていうかな爪が見えるようにつり革につかまってたんですよこうねこう職人だよみたいなねうーん今思うとねそんなんでモテるわけがない。 すごいメカニックなんですねみたいな汚いだけ <laughs> 本当に思ってたんですからねその当時ね819ぐらいかなそのくらいの時に、ね、本気で思ってましたよそうなんですよまあでもね僕はだから 途中で自分で何ですかね気がついたんですよねあすごい汚れてるとお客さんの顔が違うっていうのをつなぎとかももう僕はもういきなり入ったのがディーラーだったんですごい綺麗にしてないといけない状態だったんでね当たり前なんですけどはいお坊さんが着物で運転して捕まったのはどう思いますか へえ、捕まったんだ。どう思うかっていうところで言えば、捕まっちゃったんですね。運が悪いのかなどうなのかなうん、運が良かったのかもしれないですね。うん。あの、着物で運転してたら危ないよってことですもんね。もしかしたら、あの、大きい事故になる前に捕まったかなまあ、お坊さんですからね。お坊さんだから当たり前ですけど、捕まった時に、 お前ななななんんだこんな野郎とはならないわけですよねもうお坊さんといえば悟りを開いてる人ですから私を逮捕してくれてありがとうとこんな格好で運転してしまい申し訳なく思いますと思ってるかどうか知らない <laughs> あもうだから、あのー、途中でねお客さんの顔その汚れているその手でまさか私の車触らないよね っていう顔をされた時にあこれはいかんと思って自分がその意識を変えてねすんごい汚れないようにするってまあ先輩とかにもすんごい手が汚い先輩とかいてお前は本当女みたいなやつだなってすごいよく言われたことありますよ。こうちょっとこうちょっと汚れただけでこうすぐ拭いてたりとかしてたんで,で僕はね分かってたんですよ。 あのその先輩は知らなかったんですよ。僕は知ってたんです。お客さんは汚れた手で触ってほしくないっていうのは知ってたんですよ、僕は。その先輩は知らなかったんですよ。だからその先輩が仕事してる時には、あの内装とかやっぱちょっと汚れちゃうんですよ。で、ちょこちょこっと掃除はしてたんだけど、僕はね、あの掃除しないように汚さなかったんですよね。 気をつけてたんもう無限自分の車はもちろんもうあの綺麗にはしてました今綺麗じゃないですけどね、うん、だからあの自分で独立した時もアルバイトの子とかはよく来てたんでねよく言ってましたよ、うん、いや自分はいいとちょっと汚れたぐらいかっこいいと思ってるかもしれないけどお客さん違うからねって一生懸命ねあのまず、うん、そう車取りに行く時もねあの この格好であなたの車を運転しますよっていう、もういつでも見せれる状態にしてたんでね、つなぎ、結構つなぎにお金かかりましたね。だからね、毎年つなぎ交換してましたこれはもう、もう汚れないからこのままだけど。なんかあれだね、気がついたら、 あのー、チャットで会話始まってるから、もしかして、あの、どうでもいい話をしてたんだな <laughs>。皆さんのチャットがめちゃくちゃなんか、こう、会話が始まってるってことだな。じゃあ、いいかな。まあ、こっからはもう違う話しますかね。うん。とりあえず食べよう。チャットが盛り上がってるから。ハイエースのゴリッターディーゼル。扱いやすかえへー、乗ったことない。うん。 あのー、今日ね今見てるかどうか知らないですけどね急にこんな話言うとあれですけどうちのうちの妻が行っている美容院の、あのー、美容師さんの方がなんか私の動画を、まあ、見てくれてるみたいであそれはそれでね全然ありがたいんですけど、うん、なんかせっかく見てくれてるんだったらちょっとコメントいただけたら。 嬉しいなとは思うんですけどまあ、もし今見てたらねみあの見てるよって見てるよってしかも飲みながら見てるよって言ってくれると嬉しいです今ねおしあ今仕事中じゃないでさすがにね漁師さんがどうも見てるらしいんであのもしあのコメントの仕方が分かんなかったらこう窓を開けて見てるよーって見てるよーって言ってくれたら 間違いいななこえないんで、うんはい、そしたらですねあのー、もう僕今い見てるあっ見てる <laughs> 見てるんですね <laughs> 違う <laughs> 違うのが言ってる違うよそっちそれじゃないよ <laughs> 違う人が答えてるじゃん酔っ払ってても分かるわうん <laughs> 似てるよ、似てるよ詐欺だよ、それ。だって、あの、ま、もし見てたらね、もう、見て、見て、誰だか分かんない、もう、もはや、もはや誰だか分かんないって、もはや、誰が言ってるか分かんないけど、もし見てたら、美容院変えますよ、僕は。美容院変えて行きますよ、じゃあ。本当に、あの、見てたら、 <laughs> 見,て見てる要詐欺になってねええと奥様って言ってるのは美容師さんは分かってらっしゃるのかなええー、分かってる分かってる分かっててその場で見てたんですよその場で。うちの妻が「旦那さん何してんですか?」っていうかユ YouTuber なんですよみたいな話をしてたら「えっ何て言うんですか?」って検索してなんかこうその場で見てたらあのー、なんでしょう あのちょっとこう美容院でもちょっとこう間が空く時あるんですよ。でその間が空く時になんか聞こえるなんか聞き慣れた声がするなと思ったらあのその美容師さんがちょっと陰で見てたらしいんですよ。で <laughs>、ね、<laughs> 見てたようなんて言うから、うん、それはね、えー、まあよかったらじゃあ行きますよ。 あのー、見てるのであれば、も行かないところはもう行かないよね。うん、で、ちらっと見ただけだったらね、わかんないんですよ、うん。なんか、酔っ払ってくると、マスキングテープで、こうなんか顔にテープ貼るみたいですねみたいな話してたんで、ちゃんと見てるじゃんと思って。うん、<laughs> ありがたいですね、本当に。でまあ 新しく、じゃあ美容院変えますよ。じゃあそっち行きますから、本当に。お願いしますお願いします、本当に。あんまり見てたらコメントか、窓を開けて、言ってくださいね。お願いしますよ、本当に。今日、あれ、金曜日って言ってたのに、金曜日じゃないし、みたいな。大丈夫。ちゃんと見ててください。なんで、なんであんなことしてるんですかって聞かれるかもしれないから、その時にちゃんと答えなきゃいけないね。えっ、ー、と、こんばんは。 少しなんて言いましたえー、教習所で3回目ですかえぇ、ー、そうか3回目ぐらいだとちょっとまだね。マニュアルマニュアルじゃないオートマか ?3 回目って結構まだまだですね。頑張ってください。楽しいっすよね。教習所楽しい。うん、見てますか。いや <laughs> 見てるよ、サイでね。マスキングテープ。えっ、ー、と、またマスキングテープ見たいですかね。見たいですか本当ですかマスキングテープってあんまり貼ったことないな。ナビつきました。ああナビね、ナビね、あの、届きました。ナビ届いたんですけどね。うんと、まだですね。準備。動画撮ろうと思ってるんで。はい、作業動画。<laughs> <laughs> まさに手,手洗っとるわ手洗っとる、うん、作業動画、うん、再生回数があまり伸びない作業動画作業っていうのかなカーナビ交換でしかも純正ナビから純正ナビに変えるという作業動画はい大事なご質問ですねドラレコつけようと思いますが必要 ということなんですけど私のドラレコの動画見てくださいね。必要です。なぜ必要かっていうとですね、これからの時代に、えー、高齢化になるのかどうかですね。まあ、ポイントはそこですね。うん、で、ぶつかったときにですね、ドライブレコーダーついてると、お年寄りがボケてようが、なんであろうが、えー、いろいろとね、すんなりことが、 運ぶのでぜひつけてください私、ドラレコついてない車でね、止まって譲ったら、譲った相手の車にぶつけられて、えらい怒られました。で、まあ、いろいろとね、ありましたんでね、ぜひつけましょう。ドラ猫コ必要ですよ。えー、っと、フラントの書交換の動画見たいです。ん ?60 ボクシーのやり方自分で買いたいので。ボクシー、え 60のボクシーは多分簡単ですよ。非常に簡単ですよ。ネジを緩めて外してつける。やばい、飲みすぎ注意だな、これ。本当に。飲みすぎ注意。えプライベートで車、単車いじくってます。お、いいですね。動画撮影するコツを教えてください。まずですね、手ブレ僕は、あのー、まあ、多少ぶれてましたけど、手ブレ 手ブレ、えー、そうだなーっていう時に意識してブレ、あのー、ないように、まあ、み見る人ですよねとにかくね見る人の目線で動画撮ってあげてダラダラ喋ってる時はもう全部カットですよもうカットうんあと喋るのが苦手だなーって言ったらナレーションがいいですねナレーションは楽です 何回でも編集できるんで。うん、どっちでも一緒ですか ?JAF? それともカード保険のああ、僕は JAF は入ってないです。うん、僕はあの保険、任意保険。うん、任保険の、あのー保、えっ、ー、と、任保険のその劣化サービスとかいろいろついてるやつにしたので、それで全て賄えるようにしてますね。 はいうん、なので、うんと、ん車屋さんに聞いたらサスペンションがダめになるとか言われました。本当ですかんなに何の話フロントの消化交換の動画みたいなやり方、自分で変えたい。 サスペンションがダメになるとか言われました。本当ですかまあ、ダメになったら変えればいいんじゃないですかね。自分でダメになったって、なんか体感したら変えればいいと思いますよ。うん。あの、聞いたことないので、あのフロントのショック、サスペンションショックですよね。ショッカーー相場。ダメになったんで交換した人っていうのを聞いたことはない。なんか、ダメになる。まあ、あの、 競技者とかだったら分かりますよね。一般車で、ちょっとサスペンションダメになっちゃったんで交換してくださいっていう依頼を受けたことが一度もないんですいません。私はわかんないです。純正ショックの交換の依頼を受けたことがないですね。まあオイル、オイル漏れぐらいだったらあるか確かに。シールからね、じゃじゃ漏れになっちゃったとかね。うん。 手ぶれと、あの、そう、動画のね、さっきの動画の話ですけど、手ぶれとね、ダラダラ、永遠に、こう、作業動画とかで、ね、もう、永遠に早送りもカットもなく、永遠にただ映してるのは、さすがにちょっと、うん、あの、パッと消される可能性があるので、YouTube ってね、あの、はっきりと出るので、 やってみると分かりますよね。あ,のあ,と,あの、えー、と、えっ、ー、と、えっと、Google の YouTube のですね、アナリティクスとかですね、いろいろ見れるので、それでチェックするとですね、離脱率とかっていうのがあるので、もう動画再生されて、ビューっていって、こう、うん、とこっちにしよう。こっちにしてやろうじゃないか。ほら。 これでねこっちがね再生再生数でこっちが時間時間が進むんでね最初はねここでねここで10人見てましたあこれ見えないのこれじゃここで10人見てましたでスタートです動画再生されましたつっ,ってね ずーっと行ってね、ストーンと落ちるわけですよ。で、ダーっと落ちていくわけですよ。このストーンと落ちてるあたりに問題があったりするんですね、うん。なんかこう、やたらサムネだけを、え、なんかものすごい頑張って、なんか見てみたらつまんなかったみたいなね。えー、時々そういうのがあるので、大反省ですけども。まあ、いろいろそういうの見た方がいいですね。とにかくね。 動画はあの、あの、いっぱいアップして、アップして、あの、自分でいろいろ見てみると、いろいろ勉強になります。うん。バネ交換バネ交換バネ交換うん。ネジを締めて外してつける。なんでもそうじゃんって、ほんとそうですね。あの、ショックアブゾーまは、初めて一人でやるっていうのは、ちょっと、やばいっすよ。 1> 1人でやるのね、うん、車屋さんに行きましょうね、車屋さんに。あの仲のいい車屋さんを作って、の仲のいい車屋さんに一緒に見てもらいながらやるというのがいいと思いますよ。念のためにジフ、情報も車の両方がっいたらそりゃいいそりゃすごいな。念のためにっていうのは両方に電話するってことですかね。うん えーっと、お嬢さん質問に答えてくれるけですかありがとうございます。あのコメントがブワーってブワーって流れてると答えられないけど答えられるときは答えますよ。はい、こんばんは。えーと、アジアンタイヤ使用したことありますかアジアンタイヤネタオアジアンタイヤの何が何が聞きたいんですかねアジアンタイヤって 何,何が聞きたいのか逆に知りたいですね。うん、アジアンタイヤに何なんか問題でもあるんですかって逆に聞きたいんですね。聞きたいですね。もう僕はアジアンタイヤで問題があると言っている人の,あの横に乗せてほしいですね。本当ねうん、なんか、あのー、スタッドレスタイヤをやたら語る人がいたんですよ。 はい、あの私のや山,山梨に住んでてま、まあ、もう結構なんか寒い地域だったんでね、スタッドレスタイヤのテストには持ってこいなんですけど、スタッドレスタイヤのことをやたら語る人がいるんですけど、その人はですね、とにかく私の横に乗るのだけはもういい、もう絶対に、もう一度も乗んなかったですねうん。一緒にテストに行こうよっていうんですよね、一緒にテストに行こうよ、そんなタイヤはその語るんだったら、一緒に行こうよっていうんだけど 一度も乗ってくれなかったですね。はいえー、その方はアジアンタイヤのことをいろいろ語ってまして、うんあの。違いが分からない。分かんないっていうか、うん、微妙な差だったりするんでね。うん、日本もアジア、まあ、そういうことじゃないんですけどね。そういうことではなくて、あのー、日本以外のアジアタイヤっていうのかな。その話を多分聞きたいだと思うんで。 えーまあ、僕はね、何、あのー、でしょうね、あんまり抵抗がなかったんで、うん、あんまり抵抗がないから適当に買ってましたけど、まあ、これがいい悪いは、多少はありましたけど、多少はね、今聞いたことないアジアンタイヤだけど、不満ない、不満を言えば、石が詰まりやすい、石が詰まりやすいタイヤ多いね。 ああれあのエコタイヤがブームになってから、縦水がこう、大きくなって、なんか、意地よく詰まりますね、確かにね。安いタイヤ、国産タイヤ、やはり国産タイヤ、値段なりですが、メーカーはっていうことであの横浜タイヤ好きだったんで、横浜タイヤよく使ってました。うん、で、えっ、ー、と、ブリヂストンはものによるかな。 うん、ものによるかな。横浜タイヤな何で好きかっていうと、タイヤを組む時に、自分がね、組みやすいのが横浜タイヤなんですよ。ブリヂストンはね、自分が組む時に硬いから嫌っていう、もうそれがただ単に自分が作業者だったんでね、なんかこう、嫌だなっていう、硬いなっていう、うん、そのぐらいの理由ですかね。 クムホですね。まあ別に不満ない。も、ま、う、あ、いいと思もますよ、ね。あのヨレがね、横のこうサイドウォールって言いますけど、タイヤのこうこの両脇、タイヤのこの設置する部分じゃなくこの両脇絵に描け。お前はいつも絵に描かないやつだな。絵に描くんじゃ わ、ね、かりにくいね横の部分設置してるそこ,こサイドボールここタイヤの両脇こうですねここの硬さがアジアタイヤは柔らかいのがあるよ時々あるよっていうそらねうん 高速道路で、あのー、結構元気よく走る人とかは、うんうん、すごい嫌って言ってましたね、うん、僕はね8 0キロ走ってると分かんないんですよね、うん、もう耐えられないあもう絶対耐えられないもう絶対嫌って言って書き換えていく人がいるんですけどうんうーんってうーんって言ってました <laughs> いよろしいですかね。じゃあ、まあ本当、あのー、遅くまで、今日土曜日ですけども、本当にありがとうございました。いつも金曜日なんですけども、土曜日でもね、ちょっとこんなに集まっていただいたのは、ちょっと嬉しいですね。また、来週ですね、はい、あの、Facebook ページ、これちょっとあのー、何人か連絡いただいたんですけど、Facebook ページですね、Facebook じゃなくて、Facebook ページ。 動画説明欄にありますけど、Facebook ページと、えー、Twitter、どっちでもいいので、あの、フォローなりなんなりしといてください。そうすると、あの、ライブいつやるのかなっていうのがわかりますんでね。ぜひよろしくお願いします。あの、Twitter もおかげさまで、えっ、ー、と、フォローは2000人いきました。本当にありがとうございます。はい。あの、いつもこんなのばっかりツイートしてますけれども、よろしくお願いします。じゃあまた来週、 ですね。金曜日だか土曜日だかなんかのタイミングでやりますんで、また告知しますんでねよろしくお願いします。ねありがとうございました。皆さん良い週末をお過ごしください。ありがとうございました。